はい。短期決戦です。えー、5月26日6時52分、えー。ドル円のチャート分析をしていきたいと思います。これ今、冷やしなんだけど。うーん。とりあえず、陰線が続いてて、もう今日、昨日は陽線で終わったんだけど、うーん陰線がずっと続いてて、あのー、131円、 20戦を超えられない状態あの、ダウ理論だと、高値を超えるとあ、上昇トレンド継続なんだけど、高値を超えない状態で、えー、押し目を作ってる状態なんだけど、押し目なのか、あー、下落トレンドが継続して、えー、さらに暴落していくのかっていうのは分からないところなんだけど、あの、一応、ん昨日か昨日が、 d o が反発191ドル高になってて、あの、ダ o が下げ止まったかなっていうとこなのよ。株がね。株価が、アメリカの株価が下げ止まったかなってとこなんだけど、これがね、うん、反転、ドル円も反転上昇になるのか、それでもまだ下げトレンド継続で、えー、下げるのか、 どこまで下げるのかって。まあ、ここのさ、冷やしの、あのー、75MA、75日移動平均線が124.30百125ぐらいまで。だから、125ぐらいまでの調整はあるかもしれないなってところ。うん。125。だから125割ってさ、さらにどんどん下がっていくようだと、あのー、120円も割ってくるんじゃないかってことはあるんだけど。 まあね、あのー、利上げがあるからね、そんなにね、あのー、下げないとは思ってるんだけど、ただ、131円から127円まで下げてきてるわけだから、下げて下げないとは言えないわけよ。もう下げてきたわけだから、実際に。<laughs> これもっと分析つきましょう。チャート分析しないといけない。あの、ファンダメンタルを、テクニカルとファンダメンタルはあれ、まあ、それは後でいいんだけど、後回しでいいんだけど、これね、あの、突き足でも陰線がほぼ、まあ、あと何日だあと4日ぐらい、3営業日ぐらいしかない。4営業日ぐらいしかないじゃない。今日合わせて4営業日か。 ほぼ月足が陰線確定だからあ、来月どうなるかってところに、まあ、週足も下髭陰線3 3、3個の陰線、3週連続下落。だけど、下髭陰線で反発したところ。日足は、日足は昨日反発したけど、だから、それが下げ止まったサインなのかあ、この陽線を今日消してしまうのか、 金曜日どうなるのかってところに。まあ、4時間足で見ても、上値を抑えられてるところで、今ね。だから127.40で抑えられてるところ。うん、おわ、抑えられてるね。これね、4時間足の 5MA だから、20時間平均か。20時間平均。 うん、抑えられてるね。チャネルだね。やっぱね、ここね。チャネルになってるね。加工チャネル、チャネルになってる。うん、一時間足、うん。一時間足はサポートしてるとこだけどね。か今日も下っぽい感じがするんだけど。まあ、一日一日の話じゃないからね。 一日一な話じゃなくて、チャート分析っていうのはさ、こう、長期トレンドがどうなるか、中期トレンドがどうなるかって話なんだけど、うん、夏場、今なんだよ、5月26日、6月。7月までは出来高があるから、あのー、なんていうの、耐えるかもしれないけど、8月、出来高が、 細ってきたら125割ってくるかもしれないかもみ合いかだな。ここでもみ合い。上がるっていうのがあんまり考えられない。な長期のもみ合いから下げる感じかな。もしかしたら百二十 126円から128円まで上がんないかな ?126 円から128円のレンジになってるのかなって感じうんドル円はねドル円は狭いレンジなんだけど今ちょっともっと狭く範囲を指定すると127.50から126.50みたいな。 その幅に収まってるけどね。これがね、あのー、なんかファンダメンタルが、なんか、なんか、誰かの要人発言で変わってくればね、変化が起こればあれなんだけど。まだ6月の、うーん、利上げが何日か分かってないんだけど、俺はさ。とりあえず FOMC 議事録超えて、 0.5利上げ ?0.75 はないよって言って話してたけど。0.75の議論はしてないよっていう。だからね、うん下手に0.25の利上げだったら下がっちゃうよね。利上げしても。<laughs> 利上げして下がるってどういうことなんだって。変わりすぎなんだよ。変わりすぎ。 ドル円は買われすぎ131円がやっぱ変わりすぎだったあそこでショートできる人は相当な、あれだね、相場感だね。まあ、長期的に見ると下がってくるんじゃないかな、これな。押し目っていう考え方もあるけど、うん、もう、あのー、利上げのインパクトは薄れてきてるよね。うん ずれてきてきるあの戦争も落ち着いてるしねああウクライナ情勢も落ち,落ち着いてるしなんだろう動きづらい展開が続くかもねまあ月末に5月31日月末5月31日6月1日月末に少し動くかもしれないけどどっちに動くか注目だね、まあ、125の方が あ130よりも125の方があ近い。近いっちゃ近いねあ。そんなところです。はい。ご視聴ありがとうございました。よあのー、これからもよろしくお願いします。<laughs> これからもよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。